はいどうも、あどうも、東京どうも、いやーめっちゃ俺ーめっちゃ俺ーいやーやったー、ありがとうございます。ちょっとね、今撮り直しまして、ちょっとね、元気を出そうって思ってたら、ちょっとね、俺ストップウォッチ見るの忘れてて喋りすぎてたっていうね、ちょっとね、あたふたしちゃって、本当にね、収録ねちょっと空きまして、いつもよりね一週長く空きましたので、本当にねちょっとねあたふたしちゃって、ね、もうレバーとかをね上げ下げとかね、それを間違えちゃったりとかしながらね、もう本当ね間が空くとねすぐダメなんですよこれ、いけないですね、皆さん、ね、忘れてないですよ、夜9時を過ぎました。かまどの深い話話ということで、ね、よろしくお願いいたします。ね、51回目になりましたね。もう51回目ということで、もう1回目のつもりで、頑張っていきたいと思います。1回目はねこんな感じでねテンション上げて喋ってね、時間を全然見なかったっていうね、感じだったと思います。なんかね何回か撮り直したからね、本当ね、そのデータも取っとけばよかったなと思ってね、ということでよろしくお願いいたします。ね、ということで夜ですから、あんまりこんなでかい声ばっか出してるともいけないんですけども、ただね皆さんのところでは ね, こうね音量をね調節してますから、そんなでかい声でね、皆さんのところには伝わってないと思うんですよ、ボリュームさえ上げなければね。ということでよろしくお願いします。こんななぜねこう最近ちょっとでかい声ね出せなかったかっていうとね、ちょっとお店をね、移転しまして、フリマちゃん川野田チャンネルショップ桶川店ということで、ちょっと店舗移動しまして、アパートの一角になりました。お隣さん、そして上に住んでる方いらっしゃいますので大きい声は出せません。ひっそりやってます。足音も、あんまりね音が出ないように、俺は忍者ですっていう感じで、足音を立てないようにみたいなね、扉をガラガラガラってすごいんですから、やっぱちょっとやっぱ、ね、年季が入ってるからかな、上に歩いてる人のパタンパタンパタンって音もねすごくなるし、上の方がね引き戸をガラガラガラって開けるんですよ。それがね音がすごすぎて、俺自分とこのとこが開いたんかなと思って、ね、最初びっくりしちゃったんだからそういう感じなんでね、俺はちょっとひっそりひっそりやっております。引っ越しのタオルみたいなのもね、今はねピンポンって出ないですね、誰も出てくれません。だからお手紙を書いてねポストにタオルと一緒に入れときました、ね、そんな感じで手紙は捨てられたかな、タオルだけ使ってもらえればなと思ってね、ご挨拶ということでねやっております。ということでなんか大した話もしてませんよ、深い話スタートです、どうぞ。はい、ということでありがとうございます、始まりました、始まっています、ありがとうございます、よろしくお願いいたしますということでね、10月4日でございます。何も話しないですよね。10月4日はですね、約54年前ですね、8時だよ全員8時だよっつってね、全員集合っつってドリフの方々がねうわって走っていくっていうね、でててるってみたいね、俺も子供の時見てたなこれ、その番組がねスタートしたんですね、54年前ですね、まあ懐かしいなという、とこでございます。やっぱりね、ドリフさんはもう多大なる影響を俺も受けてまして、やっぱりね子供の頃に、見たドリフ、俺もね俺もう今でも忘れません、小学校3年生うちのね娘がね一番下の子がね、一番下って2人しかいないんですけど、下の子がね今ちょうど3年生なんですけど、その頃テレビでドリフ大爆笑、もうこのね8時で全集合を見てまして、加トちゃんとケンちゃんが、ケンちゃんで志村さんがね、なんか楽しそうにコントをやってたんですよ。それを見てねいいなって、大人になったらこうやってなんかこうなんか楽しそうにやっていてお金がもらえるというそういう仕事いいなっていうので、やりたいな、ドリフに入りたいなってね、今思えばね子供だからねそんなことは無理なんですけども、そういう感じでね、始めたのがきっかけです。もう前に話しましたよねこれね、もういろんなとこで方々で話しちゃってるんで、どこで喋ったかとか全然覚えてないんですけども、そんな感じでね、俺も始まりまして、そして今 FM ふっかちゃんでこう喋っているという、これはすごいことでございますね、なんでこういうことになったのか、ね、ということでございます、
ね、いやでもねあれですね、そのお店をね始めまして、最近ねちょっと忙しいっていうのもねあれなんですよ。移転するにあって当たって業者さんに、俺先週とか前に話したかな、業者さんにあの荷物を手放したんですよ。手放しすぎてですね物がなくなっちまいまして3分の2ぐらい手放してしまいまして、なんとかなるだろうと思ったらあんまりならなくて、もう殺風景です。でもう本当にね、どうだろうな、親子子供さんが少ないところだったらアパートだったらまあ全然っていう感じの、本当に家族で住んでも大丈夫な感じのアパートなんで、もう棚とか商品を飾る、ね、棚とかが だいぶなくなってしまいまして、で業務用なんかは特に、また一般のねそういうアパートだから入んなかったら困ると、窓にね、でいろいろね工面してね、ああだこだ入れてこう、ね、分解して入れたりとかすごい手間がかかるじゃないですか。で急ぎで結構やったので、またドタバタうるさいのも迷惑になるしと思ってね、で家庭用っていうか、まあ一般の家庭で使われるカラーボックスとかそういうやつでなんとか代用して、乗り切ろうと、業務用なしで基本的にはっていうことでね、やりまして、やっていましたらねだいぶなくなってしまいまして、もうほんとねすっかすかでございますね、もうほんと前も言いましたけど、言ったかもしれないですけど、テーブルとかがないのでもう床地べたに、もうあぐらかいて基本的には仕事をするみたいな、もう椅子とかもねもう 棚扱い、商品棚扱いしないといけない感じになってまして、もうあぐらかいて仕事をして、パソコンを打ってみて、やっとネットだってこの間つながったんですから大変ですよ、もう、することがなかったんですから、ね、寝っ転がってたら寝ちゃうんですから、その何してんだろう俺と思ってね、なんかね自営業を昔からねこうやってると、休んでるっていうか何もしないことが怖くなるんですよ。なんて言うんでしょう、来月にお給料とかがないので自分が働かなければお金は入ってこないわけですから当たり前なんですけど、そうなってくるともう本当にそれは、何もしてないっていうことは来月お金が入ってこないっていうことね、0円になるっていうね、まあまあもちろんね維持費はかかるじゃないですか、電気代払ったりとか水道代とかねいろいろあるじゃないですか、そういうのも払えなくなる、もちろんねご飯も食べれなくなっちゃう、怖すぎるみたいな、で落ち着かないんですよ。まあそれの弊害がありまして、旅行に行っても、2泊3日とかもうなんかねそわそわしちゃうんですよね。1泊ならまだねちょっといいんだけど、あなんか何もしてないからちょっとどうしようみたいなね、いうことがあったりとか、精神的にちょっと不安になっちゃうみたいなねありますよ、何にもしてないと、そういうことがあるんですよ。まあまあまあそんな感じでねありまして、で棚も全然足りないので、今はねそれを足りないところからスタートしましたっていうのをね YouTube で上げてまして、で今はねジモティとかを使って棚もらったりね、カラーボックス、この間もね大変ですよ、カラーボックスってねすごい結構軽いんですね、片手、男の人だったら片手で持ち上がるぐらい結構軽々なんですよね、それでねもらいに来まして、自転車で20分行きまして、コンビニで待ち合わせして、ね、もらいました。あ結構軽いです、片手で行けちゃいますねっつってね、それ持って自転車乗ってね、また20分帰ってくるっていうね、なかなかしんどかった、でかいからね、結構3段のやつかなって勝手に思い込んだんだけど4段のやつでね、なんかね自転車のカゴに角っこを乗せてねこうねのんびりね、急いでしたら危ないから、のんびり帰ってきたんですけども、片目をつぶってる状態のような感じ、四角になっちゃって見えねえ向こうがみたいな、ね、でまあちょっとずつずらしながらねのんびり帰ってきたんですけども、もうそらもう大変です、ね、でくださった方にね、無事届きました、壊さず持って帰りました、ありがとうございましたみたいなね、大事に使わせてもらっていただきますって言って、でそのもらったものをまた店に置いた動画を撮ったりとかね、そんなをしながらねやっております。なかなかね真夏だったもので、大変でした。なんか普通に近所のホームセンターで買った方が安くねえかってちょっと思ったりもするんですけども、でもやっぱりこれはねこれで企画としてね、棚をどんどん集めていってちょっとお店っぽい感じに並べていこうと、品数を増やしていこうとね、いろいろやってる、品数はねそれはねネットで仕入れたりするんでそれはどっちでもいいんですけども、別にね地元でもらおうとかそういうことではないんですけどもね、はい、という感じでね、やらさせていただいております。あ今日は先にねこれいきましょうか。メッセージいただきました、徒競走
やったるでさんですね、ありがとうございます。ね、先ほど言ってたネットショップなのにネットつながってない、っていうね、解消しましたかと、ありがたくやっとしました、約1ヶ月何にもすることがなかったから、品物をねネットもうね最後の方なんかもういいやと思ってね、携帯俺使い放題じゃないんだけど使いまくっちゃいましたね、請求が怖い、ね、ということでやってました。そして あれですね、やっぱ秋ですから、秋のテーマいただきました。秋は体育祭や文化祭、川野田走るを想像してみたらなんかおかしかったですと、ありがとうございます。確かにね、俺もね、なんですかね、まあ、あんまりこう人に言えるものでもないんですけど、だうちの子とかにもあんまり言わないんですけども、体育祭がねどうとか運動会がどうとか頑張れとかあんまり言わないようにしてるんです。俺が好きじゃなかったからあんまり、正直で、俺は体育の成績っていうのはずっと3だったんですよ、ずっと3、だからねそんな感じだったよね。なんかね普通なんですよね、正直なとこ。別に早くもないし、遅くもないしみたいなね、で背は高かったからなんかちょっとスポーツしてそうに見えるんですけど、別に特にやってないから普通なんですよ。もうほんとね困ったもんですよ。その当時ね、コンピューターを使って、そのリレーね、クラス対抗リレーみたいなね、で順位をねコンピューターで割り出したって言ってね、そのみんなの徒競走の、やつを、入れデータを入れて、そんなコンピューターあんまりなかったその当時と思うんですけど、やったら俺がスタートだったんですよ。1番、嘘だろうと思って、だいたいスタートは1番そのクラスで速い人が走るんですよ、でやっぱ案の定その当時4クラスだったのかな、4番目ですよ。もうつって恥ずかしい、一番初めからみんなのやる気を落とさせるからやめてほしいんだけど、まあまあ決めちゃったもんだからもうしょうがないからやってましたよ。もうほんと3位4位争いましたからね、ということで、まあ確かにね俺はあまり速くないです。で子供の運動会とかも走ったことないです。うちのかみさんにお願いしました。ということで復活いい曲を、ちょっといい曲をね聴いていただきたいということですね。今日は、キングヌーのスペシャルズです。これね呪術廻戦のアニメの主題歌です。聴いてください、どうぞ。はい、ということでありがとうございました。スペシャルズでございました。これはですね、ちょっと時間がなくなって言えなくなっちゃったんですけど、先々週でしたっけ、ちょっとアニメの話をしまして、見てるものつって、それでね今呪術廻戦と、ワンピースを見てるって言ってたんで、今週はその曲をどうしようねかけようかなと、ちょうど新しい新曲になりましたので、ね、かけて、させていただきました。キングドのかっこいいな、これを曲も、大変なんですよ。これをね聞いてる時はまああれなんですけども、今収録今日月曜日でして、ジャンプの発売日でございました。私ジャンプ読みみたいな初見読みっていうのをね、ちょっと YouTube でやっておりまして、もうちょっとショックでたまらないです。午前中からマジかと、ネタバレがあるんで言えないんですけども、もうショックすぎました。今週マジかと、だからうちの子供も読んでるから、これ学校行く前に読んどいた方がいいと、学校でネタバレを知ってしまうぞっていうことで読んどいた方がいいぞっつってね、読んでね、っつってうちの子もショックを受けています。大変なことになっています。ということでね、もう最近はね世の中ネタバレ禁止ですから、もう大変ですよ。だから俺もね言いませんけれども、でもね昔はねほら懐かしいアニメとかそういうのも散々もうやってますけど、昔なんかネタバレが普通にあったりしたものもありますよね。遊戯王のこれも もうものすごい有名なんですけど、遊戯王のアニメがあったんですね。遊戯王ってアニメね、カードゲームもありますけど、あれのアニメ、遊戯王のアニメで、次回城之内シスっていうね、予告がね流れちゃうっていうね、大元がやって来週死んじゃうのみたいな、ね、主人公の友達で仲の一番仲のいい友達がマジかみたいなね、あとはねガンダムでもありましたよね、マチルダさんっていうね、すごい何
美人なね、あの主人公もなんか一目惚れしちゃうぐらいの美人な人がねいるんですよ。その人がね、それはねタイトルで、じゃないんですけど、ナレーションがね、あの次回予告のナレーションでね、ホワイトベースを守るためマチルダは死んだっつってね、来週そうなのみたいなね、そんなもあるから、大変ですよ。今はねもう本当に、そんな言ったらいけないってなってますからね、言いませんけども、いや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 、もうね本当大変でございますね。ビバンなんかでもあれですよね、最終回だったらみんななんかあんまり、結構なんか周りはビバンビバン言ってた気がするんですけど、なんか終わったら何にも言わなくなっちゃったね、まあまあ何もないから終わったからね、まあ俺はね、あのドラマとかね、あの前も言いましたけど、最終回好きなんですよ。最終回見ると全部大体わかるから、ね、まあそれはどうでもいいですね。はい、ということで深いの深い話ですから、いい場所いいのね、いいもんをね言っといこうかなっていうね、こちらでございますね。やっぱね深谷といったらね、俺もね一度乗りたい、一度乗ってみたい、ねーっていうのが一つあるんですよ、ちょっと乗って出かけたいねえ、ということでちょっといろいろ調べないとね、いや勝手に乗ってなんか変なとこ行っちゃって帰れなくなったらね困っちゃうんで、コミュニティバスクルリンです。これはちょっと一回乗ってみたいよね、なんかね2キロ未満は100円だそうです。安っ、ね、で2キロ超えると200円みたいなね、1キロ100円っていうね、いいですね。ちょっと俺もどっか出かけたいなと思ってね、バスね、本当にね、あのごめんなさい忘れてた、あの徒競走やったるでさんですね、ありがとうございました。またメッセージねお待ちしてますんでね、よろしくお願いいたします。やったるでって言ってる関西の人なのかな、どうなんでしょうね、ちょっと分かんないですけど、はい、ごめんなさい話は飛びまして、クルリンですね、クルリンね、いろんなところにはね、なんかこうその市でね運営してたりするバスあるのかな、なんかこうちょっとねコンパクトな感じでね可愛らしい感じね、いいですよね、ちょっと乗ってた、俺もやっぱ目的地がないと乗れないからね、なかなかね、ねえ、ということでこのなんだっけ、このふっかちゃんのこのねビルの目の前までね来てくれればね、目の前で泊まるみたいなね、いうのがあればねいいんですけどね、そういうわけにいかないしまってねえ、なあそういうねなんかね、いいのがあるといいですね、便利だね、どっか行こうってなった時、あでもあれかショッピングセンターとかあるからそういうところに行ったりするのかな、ちょっとね全く調べないでね喋っちゃったんですけど、ね、いやまあね本当ねそういうね点ではねちょっと楽しいですよね、バスなんてね本当ね、うちの子もあったけどやっぱ子供はね押したいんですよ、ピンポーンっていうの押したいなつって、こう次降りるから押してもいいかななんて言ってね、いい何とかですって言ったら押すんだよつって、分かったつって楽しみにしてね、次何とか前何とか前ピンポーンって押す前に押されちゃうっていうね、誰かが押しているっていうね、結構ありますね、子供押せねーつってね、ピンポーンピンポーンみたいなね、もう押されてるみたいなね、それで子供泣くんですから、それを後ろから見たら押してやろうって思っちゃうね、気持ちもわからんでもないよね、なんかどうなんだろう、性格が悪いのかなちょっと分かんないけど、楽しそうにしてればしてるほど先に押してやろうって気持ちになっちゃうって、俺は押したことはないですけど、なんかなるだろうなっていうね上がれば上がるほどこう悔しがってね泣きそうになってる、あのなんかがっかり雰囲気も味わっちゃうからね、よくないよね、大人としたら押させてあげればいいんだけど、知らながら気がつかなかったりするからね、そういうのね、っていうのがあるかな。あとはどうですかバス、俺そんなに利用しないんですけど、あの雨がね結構ひどかったりとかそういう時は乗ったりするんですけど、あと2分で来るわと思ってね待ってた人全然来ないんですよね、あれっつって行っちゃったんかなと思って、おなんかね数分前に来てあれ誰もいねえわビューンって行っちゃったんかなみたいな、なんかあれじゃあ次のこれもう10分以上待つのかなと思ってたらね、ちょっと遅れてきたりするとね、なんかねやべえ遅刻したっていう時はラッキーなんだけど、あの不安になりますよね、もう行っちゃったか行ってないかギリギリに行くと怖いっていうねありますね、あとはなんだろうな、
あとはそうだな、あと電車よりやっぱり譲ってくれる人多くない席ね、どうでしょうね、ちょっと分かんないけどね、いや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 、まあまあまあ、うちの子とかがねやっぱちっちゃかったりすると譲ってくれる人なんか電車より多かったなって思います、ね、どうなんだろう、あ結構揺れるっていうのもあるからかな、ね、気使ってね優しい人多いですよねバスね、ありがたいです、ね、まあまあ俺に譲ってくれるって人はなかなかいないです、いないですけどね、そうそうそう子供とかね連れてるとね、ね本当ねありがたいですああいうのね、人の優しさに気づくっていうね、バスっていいなっていうね、思ったりしますね、この真逆の感じ席を譲っといて押そうとすると押させねえっていうね、なんか変な感じですね、飴とムチみたいなね、意味が違うな気がするけども、はい、あとはですね、バスってね番号があるんですよね、何丸1みたいな、何丸50何とかとかね、で何とか行きっていうやつをね見ないで、バス停同じなんだけどなんか行き先が違うバスがあったりとかしてね、間違えて乗ってさ、なんか初めて乗るやつなんかさ、なんか怖くなるよね、どうすんだこれみたいな、ここ終点って何にもなくねみたいな、駅だったらいいけど何にもないなんか何こう休憩所、バスの休憩所みたいなとこがね、だったらどうしようみたいな、何にもすることない、次1時間後ぐらいだよみたいなね、運転手さんが休憩してるみたいな、なんかこのなんか山の中腹みたいな、何にもすることがないみたいなね、ああいうの悲しいですね、はい、ということでね、くるりはそんなことないですからね、バスあるあるをちょっと話してみましたということで、皆さんもねメッセージ、ね、まあ、お待ちしてますんでよろしくお願いいたします。 FM ふっかちゃんホームページからです。一旦ブレイク、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、タが出なかった、ということで、ね10月4日終わりでございます、おしまいと終わりをちょっと言い間違えたね、間を言おうとしちゃって、ありがとうございます、ね、お腹減ったなということでね、皆さんもねなんかちょっと夜食とか食べたくなるよね、夜食は何がいいのかな、ね、ちょっと俺はね焼きおにぎり冷凍のね、あんなんがね、温めた後に醤油をねちょっとだけかけんだよね、体に良くないと思うけどね、しょっぱすぎてね、塩分取りすぎなのかな、ちょっとだけ醤油をかけるとねこれがね美味しいんだな、たまらんねということで、何の話でしょうか、ということでエンディングでございます。ですね、皆さんちょっとですね、ご相談ありまして、ご相談というか10月4日じゃないですか、で1ヶ月後11月4日にですね、私他の局で池袋 FM というところでね、虹をつかもうと思って番組やってるんですけど、そちらのですね、公開収録イベントをやりまして、オフ会、ね、公開収録と終わった後にオフ会、リスナーの方と一緒にお話できるオフ会を、プラスでセットでねイベントでやるっていうことでね、やるね虹つかフェスというのをね池袋でやるんですよね、まあ、それがちょっと今忙しくて、いろいろねそんなやったりとか、やっとこの間チラシが出来上がったりとか、ゲスト発表がしたりとかいろいろやってね、ちょっと忙しかったんですよ、まあ、店の方もねバタバタしてまして、もうほんとね大変ですよ、チケットもね、発売になりまして、ほんとね皆さん、まあご都合よろしい方ね、土曜日です、土曜日のお昼からね、ご都合よろしい方、もしよかったら遊びに来ていただけるとお話もできますんでね、よかったらお願いいたします、チケットも売ってますね、はい、まあそんな感じでね、まあまあいろんなことを全部含めて、私 YouTube 川野田チャンネルというのをやってますんでね、そちらでこういろいろ見ていくとねいろいろ出てきます、あとはですね Google なんかでね、川野 DA ですね、英語でね、DA って調べていただければですね何でも出てきますんでね、何かしらこう出てくるから、まあそこからねチェックしていただければななんて思っております。あとはですね、また先ほど言った通りですね、FM ふっかちゃんのホームページからメッセージをね募集しております。下のところメッセージ送るありますので、もう個人情報も入れないで、いけるという、ところもありますんでね、もしよかったら何でもいいんでね、気軽に、
よろしくお願いします。ということでまた来週ありがとうございました。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします。そして顔のチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。結構やってるぞ。だまだま東京だまだまだま東京だまだまだま東京だま、あれ歌詞がもうないよ。とりあえず踊っとけ。わあ、別の動画も見てね。